上陸用集艇、上陸用集艇、上陸用集艇、ランディングクラフトは、軍用艦艇の一種であり、上陸船や、揚陸任務時に、兵員、車両といった、上陸部隊を乗せて短い距離を構想し、岸辺に接原、または、直接乗り上げることで上陸させるための小型集艇の、ことである。大きさは様々であり、不評分隊を運べる程度のものから戦車を、 揚陸できるものまである。母艦となる、揚陸艦と共に運用される場合が多い。通常の輸送船、輸送艦は、港湾設備に頼らず、部隊や物資を直接海岸に揚陸することは非常に困難である。多くの艦船はカッターなど連絡用集艇を搭載していたが、敵前上陸作戦を行う場合にはこれらは適していなかった。 連絡用途で作られた小型集停では、積載量が限られ、搭載量を増した船体を作っても、車両を含む重量ものはクレーンでの作業を求められるな急速上陸には向いておらず、敵前上陸時には防護力も不足していた。これらのことから、第一次世界大戦期から戦艦期にかけて、各国軍にて、上陸作戦専門の集停である、上陸用集停が作られた。 特に第二次世界大戦期に劇的に発展し、海洋国家であるイギリス、アメリカ、日本によって各種の上陸用終点が開発され活躍している。第二次大戦以後しばらくは、戦車揚陸艦、LST など揚陸艦自身が直接海岸に揚陸。 ビーチングする方式も広く用いられたが、大きな艦船では集艇に比べて喫水が深く、揚陸可能な海岸が限定さることや、大型であるため攻撃を受けやすいなど、いくつかの課題があり、小型の集艇は喫水が浅いので、揚陸地点がかなり自由に選べ、部隊を分譲させることで、リスク分散を図れるなどの利点が、公用性の不足や、搭載容量の限界といった、 不利な点を超えて選ばれ、エアクッション艇の実用化などもあって、上陸用舟艇を用いる方式が主流となってきている。多くの上陸用舟艇は、座礁を避けるため浅い喫水と平らな船底を持ち、上陸時に私板となる平らな船首を持つ者が多い。こういった船体はしのげな見せが悪く、外洋航海能力がない。このため、上陸用舟艇の多くが外洋では、 母船、母艦となる艦船、輸送船や、揚陸艦に搭載され、上陸地点近くの沖合まで運ばれる。上陸用集艇は、兵員、車両を搭載して、母艦を発進すると、時効して、騎士へと到達する。船首に渡し板を持つ形式では、騎士にたどり着くと渡し板を倒し、上陸部隊を吐き出す。エアクッション型揚陸艇の場合はそのまま陸上に、 乗り上げてから部隊を下ろす。上陸用集艇は、母艦との間を往復して、部隊や物資の揚陸作業に従事する。とかや少人数での秘匿上陸にゴムボートや SDV、ミゼットサブマリン等が使用されることがあるが、通常は上陸用集艇に含まれない。上陸用集艇は、人員、物資を大量に乗せることができるため、本来の任務以外に、交通船、 フェリーや橋家として用いられることがある。なお、上陸用舟艇の大半は海軍に所属するが、国によっては陸軍や海兵隊に所属する場合もある。アメリカ陸軍やオーストラリア陸軍はフェリー用や輸送支援用として上陸用舟艇を運用していい。中国人民解放軍では、揚陸艦は海軍が運用し、上陸用舟艇は陸軍が運用している。 モルディブのように沿岸警備隊が運用するケースもあり、この場合は本来の揚陸任務の他に、港湾を持たない島への各種輸送任務、海岸にビーチングするも兼ねている。専用の上陸用集艇の誕生以前は、カッターをタグボートや内貨艇で栄光する方式などが用いられていた。専用の集艇としては、第一次大戦中のマルポリ上陸作戦に向けて、 開発されたイギリス軍の X ライターが元祖とされ、第二次上陸作戦時の1915年8月に実戦投入された。この X ライターは、天井部や操舵所、機関部に装甲を施した自走式の橋気で、揚陸作業時には、停止から道板を繰り出して、迅速に兵員の上陸を行えるようにしたものである。 X ライターの使用実績は良好で、アメリカ軍や日本軍を筆頭とする。各国軍は、ガリポリ戦の戦訓から近代的上陸用修艇の必要性を認識した。艇首に渡し板を備える形式はその後の多くの上陸用修艇に引き継がれている。第一次大戦後と第二次大戦の間の戦艦期には、世界各国で上陸用修艇の研究が進められた。この時期に、 戦士を形成する板が前方に倒れてそのまま渡し板となる典型的な方式が開発された。第二次大戦中にはさらに多様なものが生み出され、自民輸送用の小型のものから LCT のように複数の戦車を輸送可能な大規模なものまで各種の集停が実用化された。これらは日中戦争における日本の上陸作戦、太平洋戦線における 日米への核上陸作戦、欧州西部戦線における米へのノルマンディー、上陸作戦などといった多くの上陸作戦で使用されたほか、適度な輸送能力や運航の容易さから、揚陸任務や雑用任務で幅広く用いられた。なお、ドック型揚陸艦に代表される上陸用集艇を搭載運搬して迅速に発進させられる母艦機能を持った揚陸艦も、 同様に日米で開発されている。第二次大戦後にはエアクッション艇方式が実用化され広まっている。また従来型の上陸用集艇も世界中で使用され続けている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。